僕は生きていけるのですか、いるのですか、考えてるなのにこんなにもこんなにも虚しいことをしてしまった。心が踊ることもなく言葉が通うこともなく今生きているのは君の心に触れたくて君の言葉を知りたくてそのずっと奥の方だから友よ君は泣く。